誰かとやりたいとかありますか？あ、強いやつなら誰でも。はい、ということで僕らリースルーム池袋店にお邪魔しました。はい、こちらブレイクルームというお部屋かな。はい、何でも壊していいやつですよ。もうここに見えてるもの全部ぶっ壊してください。ああ。オッケーオッケーオッケー。いやーもうね、あの僕ら最近は本当に MNA ストレスが溜まっちゃってまして、もうね、あのお家でこともできないじゃん。なんならちょっとね、そういうお部屋借りてお邪魔して、もう何でももう、もう今までのストレスも全部、もうね、やっぱ僕ね、いつもドッキリやられまくってて、本当に怒りが溜まってるんですよ。だからでもお前を気づけちゃうと結局 MNA が仕事できなくなるんで、なんならね、こいつオペ物壊すの結構好きで、あの普通にさ、なんか器物破損になるじゃん、外で壊しちゃうと。はいはい、だから合法的に物をぶっ壊せる魔法のお部屋なんですよ。いや本当にすごい。ここはね、あの物をあの壊すお部屋なんですけど、ブレイクルームなんですけども、他にも他にもこちら、あのリーストルームの池袋店は、あの何ていうの、落書きとかで、あの矢を投げるやつとかもいろんなねお部屋がございますので、本日僕らは何にも壊していいお部屋に行きます。いや今日はもう思う存分ぶっ壊していきましょうよ。 MNA のストレス発散、皆さんと一緒に見ていきましょうか。皆さん、やっていきましょうか。あの、一つだけルールいい。そう、いいですよね。あの、怒りすぎると何するか分かんない人なんで、うん、一つだけこれだけお願い。はい。あの、お互いだけには手出すな。あ、オッケーオッケー。当たらないように気をつけて。まずそれだけは気をつけましょうか。あ、オッケーオッケー。あと、顔はちゃんとこうやってね、守りましょう。やっぱ顔でね、お仕事させてもらってるんで。やるか。しゃあ、はい、まずはちょっと可愛く始めましょうか。よし、こいつを割っていきます。しゃあ、あ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 あ、おいで。いつも手の俺にばっかドッキリやって。ああ、ちょっと待って、痛いぞこれは。おーまい、わっはい、しゃあ、うわーあお前、どけやめろ、どけやめろ、やめろ、やめろ、あーあー待て、おい、落ち着け、落ち着け、かわいそうだろ、ものが。お前、野球だよ、お前。やめろ、やめろ、こちらに兄の iPhone13ProMax がございます。こちらの iPhone をこちらの壊れたものの中に混ぜたいと思います。で、兄に「ええ、今で見て iPhone もあったよ」って言って「おお、すげえ iPhone もあった」っつって自分のスマホを自分にぶっ壊させます。兄がこれをね、ゴミだと思ってるので、ゴミだと思ってぶっ壊すじゃん。でも実は自分の iPhone だった。これはもうやばいよ。マジで心臓に悪いドッキリをやっていこうと思います。それでは兄の iPhone13ProMax をこの中に混ぜていこうと思います。おい、すっきりした。何してんのお前。おい、遅えよ、お前早くぶっ壊すぞ。一回
休憩だろ。休憩なんかしてる場合かお前。マジ俺全身汗だくなんだけど、さっきトイレ行ってみようお前も。いややばいよなマジで汗。六歩ぐれ？いやいいから早く、まだまだおい、まだまだ。はい早く早く、もっともっともっとハンマー持て。こいつまだ生きてんじゃん。あまだ生きてるよそいつ。まだ生きてんの。いや今日のとこはそいつはもういいよ。そいつはもういいよ。とりあえずあのまだまだほら残ってるからぶっ壊そうぜ。俺のハンマーどこで？あお前のハンマーそっち。下下下下。こんだけに調子乗ってるやついる？いねえよな。おお。あ、いねえか？調子乗ってる。あああ。ハンマー。はい空振り。空振りもあるよ人生。おエムレエムレ待て待て待て。おいエムレ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 、なんで？え、すげえここ。え、待って待って、リーストルーム様すげえ。 iPhone、 あ、iPhone、 え、 え、あ、iPhone 置いてあるよお前。新品じゃね？え、これ13 Pro Max だよね。おい、え、マジで？え、待って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 、 iPhone ぶっ壊すのは、待って待って待ってエムレ、待って待って、 iPhone ぶっ壊すのはやばい。あー、よく見てろよ。あ、この iPhone てめえのか、てめえの iPhone かこれ。あ、てめえはボコボコにしてやるや。なんで面白い。もういいて、もういいて、もういいて。目の前でバキバキにしてやるよ。ああ、ちゃんとお前自分の iPhone 見とけよお前。ああ、それで見とけよお前。いやー、iPhone 壊すの気持ちよさそう。見てろよお前。よく見ろよ。よし、ぶっ壊せ。ぶっ壊せお前。どこ行った？どこ行った？やべえ、 iPhone が、 iPhone が。どうなってんだ中に。やばくね？お前のさ iPhone でさぶつ取りしようぜ。iPhone どこ？リュックに。あ、取ってきて。OKOK。 おい、お前の iPhone ないよ。まあごめんな、仲直りしようぜ。エムレ、スマホ？俺はてめえの iPhone 壊してぶっ壊してボコボコにして気が済んだから、てめえも分かってくれたんだから、これでいいよ。エムレ、お前のスマホ？リュック。いやないよ、さっき持ってきてたやん、こう俺見たよそこで。水ちょうだい、水いいから、リュックの中あるから早く取ってくれ。え、まさかお前の iPhone じゃないよねそれ。お前リックだよ。いやなかったって。ないって。いやないって。あいつ自分の iPhone ぶっ壊しやがった。おいてめえ。いや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 。なんでいいんだよ。だそれだろお前。見せろポケット見せろ。いやいやガチないって。マジやるぞお前。ポケット見せろ。ガチないって。いや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 。マジで。しよう。ポケット見せろ。どうですか今の気持ちは。自分の iPhone ぶっ壊してどうですか、どうですか。お前俺のデータも何もその全部言ったよ。あーまあ全部消えちゃったけど、まあまあまあストレスが発散できたってことは。いやしてない。まあストレス発散できたって考えればお得じゃん。今日の動画もないし TikTok 俺もう全部準備したね。まあ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 大丈夫。パソコンにも入れてないの？入れてないね。まあエムレ、もう起きちゃったことはしょうがない、しょうがない、諦めようぜ。 iPhone は失ったけど、マジこいつも殴る力になった。まあまあまあいいんじゃね別に。いやそれはないよ、いくらそれでもお前楽しく今日ストレス発散していて、何でも俺がストレス持たない。いやドッキリドッキリ、兄の iPhone を混ぜてみたっていう。ドッキリじゃないじゃん、それもうドッキリ越してるじゃん。本当にやったらドッキリじゃねえんだよってね。いやいやだドッキリほらぶっ壊せて、はい面白い動画が作れたってことで。こんな笑い方ある？どんだけ弱いの iPhone って。どうした？こんなに雑なの？え、どうした？お前これまさか。え？これまさか妹にドッキリした時のレプリカ？あれ、これアップルのマークなくね？そう、アップルのマークないし、なんか薄っぺらいし、確かにアップルのリンゴがない。お前。ててれー！レプリカ iPhone です。本物そっくりのレプリカです。ガチ言ってんの？電池。ああ。さすがに iPhone13 Pro Max 本物ぶっ壊すわけねえだろお前。え？まあでもしっかりできてるよね。ガチ？はいドッキリです。ガチのドッキリです。
これとマジドッキリって言え。ビビっただろお前。もう一回。いやお前のスマホ俺ポッキーに入れてるから。はい、出せ。ああ、出すよ。はい、ほら。いやマジスッキリした、はい、スッキリしましたね。概要欄の方にもね、あのちょっとリンク貼っとくんで、皆さんぜひね、僕らみたいにねストレス社会なんでね、ストレス持ってる方ぜひインストレーム池袋でお越しくださいと。いや本当にね、マジでもうストレスがぶっ飛びますよ。はい、本当に最高でした。まあでも一回焦ったけど、まあドッキリなんで、一回焦ったけどドッキリでよかった。はい、ドッキリなんで安心してください。いやでもね、あんたかんだ MN チャンネルってさ、最終的にはドッキリ出てみたいな、うんーわーみたいな、けど仲良くね終われるんで、そんな MN が好き。はい、どうぞ皆さん、このリータではよろしくお願いします。よろしくお願いします。わっしゃい、オッケー、焦ったあ、みんなの前ではドッキリって言ったけど、あの炎上するじゃん、本物使ったら。あ、でもガチでレプリカ置こうと思ったら、間違えてレプリカとお前も間違えちゃって、だからお前、本物をぶっ壊しちゃったんだよ。もういいね、もう動画終わったから、ね、いや、これガチで、だからみんなには言うのよ。でもやめろ、お前自分の iPhone 今ぶっ壊したんだよ。やめろ、マジごめん、マジごめん、やめろ、俺じゃなくて、すごい動画だよ。やめろ、本当に言ってんのお前。ガチでお前それ、みんなにも思われてるけど、見ろよ、カメラ回ってるって。まだ回ってたの？お前これまた炎上すんじゃん。お前これどうすんだよ。お前これ何炎上かだけ、その後カメラぶっ壊していくから。お前これ iPhone 炎上だよ。iPhone 炎上。